第七小隊の働きにより我々はバーゼル卿の奪還に成功した。我が軍が勢力境界線を押し戻したことで帝国はチューブガリアに兵を集めざるを得ないだろう。では我々もチューブに進軍するのですか？チューブには正規軍が向かう。我々義勇軍中隊は南部ガリアに進軍する。次の進軍地はここクローデンの森だ。クローデンの森、去年の夏土壌採取に行ったことがあります。鬱蒼とした樹林と起伏の激しい地形が続いて慣れていないと歩くのが大変なんですよ。その森に進軍する理由があるのですか？クローデンの森には帝国軍が中部侵攻のために建設した補給基地がある。そうか、補給基地を制圧すれば中部方面への支援を断ち切ることができる。その通り。今回の義勇軍中隊の任務は補給基地の制圧だ。各小隊は森林戦の準備をし、命令があるまで待機。諸君らの活躍に期待しています。以上。森林戦か、気が進まないな。どうしてだい？樹林は方向感覚を鈍らせるし、悪路は進軍の妨げになる。これまでになく厳しい戦いになるだろう。でもさ、森が深ければ深いほど珍しい植物を見られる可能性もあるんだ。クローデンにはドロゾフィルムっていう特殊な食虫植物がいてさ。わかったわかった。しかしお前は本当にそればっかりだな。自然は厳しいだけじゃないよ。きっと何かのヒントが隠されていると思う。なるほどな。よし、俺もヒントを探しながら進んでみるか。ま、食虫植物は見られなくても構わないよな。バーゼル卿がガリアの犬どもに奪われた。防衛部隊にはふぬけしかおらんのか。皇帝陛下の威光を怪我しおって役立たずどもめ。戦車であの川を渡ったらしいな。敵さんもなかなか面白い戦法を使う。定石では考えられない野蛮な戦術だ。所詮は下賤な民兵の集まり、偶然の勝利だろう。身分の差だけで戦争に勝てるのならあんたらもよっぽど楽だっただろうにな。問題は反抗しようとしているガリア軍勢力をいかに押し戻すかだ。そうだな。敵もバーゼル卿奪還を好機として中部ガリアに戦力を傾けるだろう。マクシミリアン殿下、いかがいたしましょう。燎原の火は消さねばなるまい。小さな炎であるうちにな。ガリア軍を押し戻すには中部部隊の戦力増強が必要だ。それにはクローデンからの補給路を盤石にする必要がある。
グレゴールは中部部隊を立て直した後、引き続き北部ガリアの進攻を進めよう。は世はバリアス砂漠に向かう。セルベリアは世の友を背負う。喜んで。我が身は殿下のために存在します。クローデン補給基地の防衛と補給線の維持はイェーガーに命ずる。すでにガリア軍が派兵している可能性もある。急ぎクローデンへ向かえ。ああ、任せておけ。なんだよここは。どこまで進んでも木と草ばっかりじゃないか。感覚が狂って自分がどこを歩いてんのか分からなくなってくるぜ。これは。おいおい、何やってんだよあんた。アリシア、これを持っててくれるかな。メルキン、これ何かの木の実？いや、ヒゲ長ヤギの糞だよ。あ、もうそんなもの渡さないでよ。兄さん、何か見つかりましたか？ほら、ここを見てみなよ。草が踏まれた跡があるわ。こりゃなんだ。これは獣たちの通り道だよ。獣たちは移動に適したコースを探し出して、そこを通り道にしているんだ。そのおかげで周りの小枝は折られるし、草は食われて歩きやすくなる。ここを歩いていけば森の中も突破できそうな気がするな。敵補給基地はこの近くにあるはずだ。これより作戦を開始する。それって何の歌？落ち着いた感じのいいメロディーね。あたいが昔歌ってた歌だよ。え？ロージーが歌っていたって、あなた歌手だったの？歌手なんてそんな大げさなもんじゃないよ。小さな酒場のステージで歌ってただけさ。でも、私はさっきの歌、すごく好きだよ。今度、ちゃんと聴かせてほしいな。オッケー。機会があれば、聴かせてやるよ。奥に誰かいます。私が行きます。手を挙げて！羽豚の子供のようですね。君、どうしたの？お母さんとはぐれちゃったの？茂みの奥を見てくるよ。メルキ、どうかしたの？この辺りで戦闘があったらしい。母親は流れ弾の犠牲になったようだ。森の中でも戦争のとばっちりを食らう奴がいるなんてな。君も家族がいなくなっちゃったの？
アリシア、一緒に連れてくかい？え、いいの？僕たちは義勇軍じゃないか。誰だって隊員になる資格はあるよ。よかったね。今日から君も第七小隊の仲間だよ。ブイブイ。それでは本作戦を説明する。勝敗は諸君らの双剣にかかっています。森の奥にある敵補給基地を叩くぞ。第七小隊出撃する。戦車が進む南の道と獣道、二手に分かれて敵の本拠点を目指そう。いいか、今から説明することをよく聞くように。道を進んだ隊員がうまく倒してくれるといいな。敵発見。
ね。さすがだ。その調子で頼む。了解したよ。
止められないよ。さすがだ。派遣したよ。十分ではいけません。うん、よっ。